堀田忠た堀田をほを明治44年5月9日は、大見宮川藩の第9代の藩主。堀田家、宗家11代。筑豊工業鉄道社長、邸心大臣。出和亀田藩主、岩木隆信の旧男。性質は、堀田正成の娘。小は鈴、娘。陽名は、三四郎、駒之助。官位は、十五位下、正五位、十四位。 正四位、十三位、武前神、では守る、武前神。文久三年七月四日、養父、正成の死去により、末期養子として、家督を相続した。同年七月二十一日、将軍、徳川家持に廃越する。同年十一月二十六日、受護した、武前神に除任する。後に、では守る、武前神に改める。現時元年七月、 大阪カバンを命じられる。慶応4年2月16日、新政府から一時的に領地を没収される。領地は、大見彦根藩の管理となる。同年3月2日、新政府から謹慎を命じられる。同年4月22日、上落する。明治2年6月23日、藩赤奉還により、宮川藩知事となる。 明治4年7月14日、廃藩地県により面刊される。同年9月、東京に移住した。明治11年12月、東京府会議員選挙に際し、浅草区から出馬、当選する。明治12年3月、府会副議長に就任する。明治13年1月、東京府若坂区長に就任した。明治十四年六月下役長、八月深川区長に、 展示た。明治十七年七月八日、死者になる。明治二十二年二月二十七日、免職となる。明治二十三年七月十日、貴族院議員に選ばれる。研究会に所属し、連続して三期にわたって議員に選ばれた。明治四十一年三月二十五日、第一次、西恩寺金持ち内閣の定心大臣に就任した。同年七月、 西温寺内閣総辞職に伴って退任する。だが、発端の入閣は、研究会の事実上の指導者であった、清浦慶吾の進める、朝鮮主義路線を否認するものであるとの非難を受け、明治42年4月17日、所属していた研究会を除名される。明治44年5月9日、64歳で死去した。ありがとうございます。